すべての写真はジャンルに関係なく同じだと考えています。都庁をワイドレンズで見上げてスケール感ある表現をしてみました。神戸の異人館。この表現そのものがネイチャーフォトではこのような遠近感の誇張やスケール感、そんな表現が可能になるんじゃないかなと思います。広角レンズで見下ろした招き猫。これも下にすぼまるような表現ですけども、ネイチャーフォトではこのように同じ表現ができるんじゃないかなと思います。畳の上に直置きして広角レンズで撮影しました。遠近感が強調されますよね。同じように地面スレスレで滝壺、凍った滝壺を撮影しました。全部同じじゃないかななんて思います。この部分を切り取りました。こういう感じですね。白い柱の並び。これも広角レンズで見上げた人工物ではありますけども、ネイチャーフォトに応用すると、新緑であったり、桜であったり、紅葉であったり、ライン、面、そういったものを重ねたいい部分を切り取る。それを広角レンズでということですね。柱が重厚感あります。その柱、広角レンズで迫力ある表現をしましたが、ネイチャーフォトに応用すればこういうことになるわけですね。続いてこちらです。開園前のテーマパーク、この穴越しに園内の建物を望遠レンズで切り取ると、こんな前ボケの表現ができます。こちらも前ボケ表現ですね。望遠レンズのボケる力を利用して絞りを開放でということです。ワイングラスをイルミネーション越しに撮影しました。これらをネイチャーフォトに応用するとこういう表現になるわけですね。ジャンルを超えて関係なく写真は一緒っていうふうに思いませんか？私のブログ、降っても晴れても写真日和の中のワンデーワンピクチャーは、過去15年間の撮影データの中からその日前後に撮影した写真を毎日紹介しています。こう見るとジャンルはバラバラなんですけども、すべて光を読んでレンズを通して絞りとシャッタースピードの組み合わせで撮影しているわけなんですね。皆さんがいろんな写真を撮られていると思いますが、こういった様々なジャンルの写真をご覧いただいて、何かご自身の写真表現のヒントになってもらえたらな、なんていうことでこの企画をしてみました。試験的運用ではございますけども、この1月末試しにやってみようかなと思いました。ということで新企画は、降っても晴れても写真日和、連携企画講座ワンデーワンピクチャーということですね。2019年の2月にアップしたブログの作品を紹介して、いきたいと思います。日程はこの4回を予定しております。申し込みは間もなくということで、予定していただければありがたいなと思っておりますよ。ぜひよろしくお願いいたします。